けるか、先に。お、あー、いいですね、いいです。またね、今回はリコトミックさん、このテーブルと同じところで天板だけ今回は注文しました。あ、いいですね。そう、なんか今まで料理の動画って全部ほぼここのテーブルの上で撮ってたんですけど、ちょっとね、どうしてもこっちでも撮りたいなと思って、まあ、そっちで動画撮るとこっちがすごい明るくて逆光になってあんまりいい絵が撮れないっていうのと、ちょっとね、結構いろんなところから光入ってきすぎちゃうんで、ここだとまあ天井があってで背景もあってっていう感じで、ちょっとねこっちの方が撮影しやすいので、でここで撮るにはちょっとねこの奥行きが足りなかったんで、これね60センチあるんですけど、今回はあの幅が80センチの板をオーダーして、でこれの代わりにこれを今から付け替えます。OK、 これでちょっと掃除しようか。これで完成でございます。で今までの幅がこれだったのがこっちになったんで、まあ、結構作業スペースが広がっていい感じになったんじゃないでしょうか。まあ、ということで次の料理動画はちょっとこっちのテーブルを使って撮ってみたいと思います。では